人間とは、以下の概念を指す。関係性を重視して、人、間、ま、という名称が当てられたとされている。旧約聖書の創世記において、人間は全て神にかたどって作られた、とされ、身分や性別に関係なく、人間であれば誰であっても、神聖を宿している、とされた。アリストテレスは、著書、政治学において、人間とは、 自分自身の自然本性の誠意を目指して努力しつつ、ポリス的共同体を作ることで完成に至る、という独特の自然本性を有する動物である、と説明した。キリスト教では、旧約聖書の創世記で示された、神の似姿という考え方が継承され、平等が重んじられ、一番大切なのは、神の視点だとされるようになった。人間間の背に、人間らしさについて、 説明する方法は、いく通りもあるが、言葉を使うこと、道具を使うことなどはしばしば挙げられている。性質旧約聖書では、すべては神というフィルターを通して語られているが、そこでは同時に人間観や世界観が語られている。殺人、不倫、近親相関、大量殺人、権力構想といった人間の赤裸々な姿が描かれており、それらの描写やドラマは、 数々の芸術作品のモチーフともなってきた歴史がある。システィーナ礼拝堂の天井がアダムの創造創世記には天地創造が記されているが、そこには以下のような下りがある。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう神はこう自分にかたどって人を創造された。 神にかたどって創造された。男と女に創造された。旧約聖書以前の時代、古代、エジプトやバビロニアにおいては、あくまで王だけが神にかたどって作られた、とされていて、人間全体がそうだとはされていなかった。それが創世記においては、人間はすべて神にかたどって作られた、とされた。つまり、身分や性別に関係なく、人間であれば誰であっても、 神聖を宿しているという人間観が述べられている。また、ここでは人間が自然や動物の支配者とされている。自然や動物を支配したり管理したりしようとする西洋的自然観はこの創世紀の記述の影響を受けているとも言われる。人間については古くから哲学者らによって考察されていた。ソクラテス、プラトン。 アリストテレスらによって構築された人間観は人間の普遍的特質に関心を集中させている。古代イギリシャの人間像というのは近現代に見られるような具体的なおかすべからざる個人としての人間といったものではないとビショフ・ベルゲルは指摘した。アリストテレスアリストテレスはポリティカーの一説において人間をゼータニューパイラムダイオタダウイオタカッパニューアリストテレスは その直前の文でポリスというものをポリス的、政治的マイナス共同体と定義した。アリストテレスの言うポリスとは単に生きることではなくよく生きることを目的に掲げて互いに結びついた市民の共同体のことであり、人間が作る様々な共同体の中で最高最善の共同体だと位置づけられていた。ポリス的共同体においてこそ、 人間の自然本性が完成されるのだから、とアリストテレスは考えた。そしてポリスというのは、人間にとって、究極の目的としての自然本性である。よって、アリストテレスが主張したことは、人間とは、自己の自然本性の完成を目指して努力しつつ、ポリス的共同体を作ることで完成に至る、他の動物には見られない、自然本性を有する動物である、ということである。 アリストテレスは、人間が単に社会を形成している、とか、社会生活を営む一個の社会的存在である、などと言ったのではない。ゼータニューパイラムダイオタタウイオタカッパニューは、日本語での訳語は定まっていないが、ポリス的動物、政治的動物、社会的動物などと訳されている。十二世紀のモザイクイコン、全能者、ハリストスアギアソフィア大聖堂キリスト教では、 旧約聖書の創世紀で示された神のに姿という考え方が継承された。キリスト教に基づく倫理観では一番大切なのは創造主である神の目、神の視点である。さらに4から5世紀の神学者アウグスティノスによって現在の思想が始められたともされ、これはその後西方教会においては重要な思想となった。キリスト教ではイエスキリストを媒介として あらゆる人間の同等の価値と各個人の不可信性が強調された。中世ヨーロッパにおいては人間が宇宙の中心的存在であるという人間像が石鹸した。聖教会では神の像と似として人間が作られたという教えが人間間において強調される。アウグスティヌスの影響は聖教会には希薄であった。1400年代、1500年代の頃になり、 ガリレイやケプラー、ニュートンらの活動によって新たな世界像が提示されるようになると人間が宇宙の中心であるという図式が揺らぎ始めた。またデカルトによって人間の体までも科学的、物理的組織だとする視点が広くルフされるようになった。ただしデカルトは心身二元論を採用しつつ人間と動物をはっきりと区別した。1700年代になると ラメトリーがデカルトの概念を継承し人間機械論を発表。1800年代にはダーウィンが自然選択に基づく進化論を唱え動物と人間との境界を取り払い始めた。人間は精神の働きという点であらゆる存在に対して引い出ているという考え方から万物の霊長と盛んに呼ばれた。第二次世界大戦時代人間は 一瞬にして10万人以上の人々を殺戮するような原子爆弾を作り出してしまった。現代の生物学ではネオダーウィニズムが主流で、それは生物の進化という考え方を基盤として成り立っているため、自然科学者や先進国の知識人などで現代生物学を受け入れている人々は人間は去るネズミのような姿をしていた。祖先生物。 さらに遡れば単細胞の微生物から進化してきたといったようにみなしている。ただし人類全体ではダーウィン風に考えている人が必ずしも多数派というわけではなく、例えばアメリカが衆国などでは伝統的なキリスト教の世界観及び人間観を保ち続けている人の方がむしろ多数派であることなどが知られている。現在人間の学名は ホモ・サピエンス・ホモ・サピエンスで、やはり言語や文化などの側面を備えているとされている。この学名と同時に作られた名に、ホモ・エレクトゥス、ホモ・ハビリスというのがあり、後に社会面から捉えられた、ホモといった造語のもととなった。遊びに目を止めた、ホイジン画の、ホモ・ルーデンスといった表現はその典型である。論語の八日編第17には、右のように書かれている。 スケッチ書きなり、習い、愛悼記なりによって大きく異なっていくものだ。ジャン・ジャックルソーは植物は工作により作られ人間は教育によって作られると述べた。イマヌエル・カントは教育学講義において人間が人間となることができるのは教育によってであると述べた。現代でも日常的に人は教育によって人間になる人は 教育によってのみ人間となる。しつけと教育によって人間になる。教育によって人が人間になるといったことが多くの人々によって言われ続けている。プラトンとアリストテレス、人間らしさの説明の仕方はいくつかあるが、言葉が使え言葉でコミュニケーションをすること、文化を持つこと、道具を使い道具を作ることなどが挙げられる。人間の特徴の一つは、 言語を現在あるような状態で使用し、自分の心の中で言語を用いて考え、もて互いの意思疎通を図ることにある。人間は文字や言語を抽象的なシンボルとして扱ったり論理思考を行い、多様な事象に様々な解釈を行う。多くの研究者の主観では、知能は地球上のすべての生物の中で最も高度であると考えられている。 好奇心や知識欲は比較的旺盛で、その多くは少なからず自身の関心事に対して知ることと考えることを好む性質も見られる。一般的には様々な意味で人間自身が最も人間の関心を引くようである。人間は知識だけでなく、自らの精神や心にも注意を向けることができる。心のあり方や感じ方そのものを探求するだけでなく、 それを自ら積極的に変革する努力を行うこともあり、例えば瞑想や内観などを行うこともある。宗教体系を持ち、それによって生活様式を整えている人間も多い。道具を作り利用する能力が他の生物よりも高けていることも挙げられる。現在では機械装置といった高度化した道具を作り利用することで、 ほぼ他の生物が生存不可能な極限環境でも生活することができるまでになっている。ただし、極限環境での生活は一般に負担が大きいため、大抵は着衣のみの調節で生活可能な地域に分布している。現世人類はアフリカで生まれ、その生息範囲を次第に広げ、中近東を経由して、ヨーロッパやアジア、さらに氷期などの気候の変動も影響して、 南アメリカまで到達した。6000から5000年前にもなると、世界の様々な地域で農業が始まり、同時期に文明が発生した。そして、文明は範囲を広げ、現代では、人はそのほとんどが、文明のもとに暮らすようになっている。イヌイットの女性1907年生活について言えば、人類史を外観すると、人類はもともと最終、狩猟生活を送り、 その後農業を開始し、やがて本格的に工業も行うようになったということになる。生活は民族ごとに差異が大きく、気候でも生活方法は異なる。現在、人間が住む地域は極地を除き地球上すべての地域である。アジアの人口が過半数を占め、その中でもインドや中国の人口が特に多くおよそ3分の1を占める。 言語と関係する脳のエリア、ブローカやウェルニッケエアなど人類を他の生物種から際立たせる特徴はいくつかある。最もよくかつ古くから指摘されるものは言語能力の発達、それによる豊かなコミュニケーション及び思考の能力である。知性を持つ生物は人間以外にもあるという指摘はあるが、言語の使用が人間が人間らしい共同体を持つことを可能にしたことは、 確かであろう。共同体は相互の信頼関係、上下関係など緊密な人間関係によって成り立っている。人間はコミュニケーションをする。他の人間を大切に思ったり、愛すことがあり、反対にはずらしく思うこともある。他の人間から自身がどのように思われているのか意識し、時には自分の肉体的な生命よりも、むしろ仲間の心の内にいる自分や、 将来の人々の間で語り継がれてゆくであろう、自分の姿の方を大切に思うことがある。言語はコミュニケーションする能力を与え、共同体、社会の基礎を与えるだけではない。また、人間は言葉を用いて自らについて考える。人間は古来より人間自身について思いを巡らせてきた。人間は自生する。また人間は 人がこの世に生まれ死んでゆく意味についても思いを巡らせてきた。人間の心にある様々な思いが言葉で綴られ文学作品が生み出されてきた。古代メソポタミア、今からおよそ5000年ほど前に書かれたと推察されているギルガメ首女児誌にすでに深い洞察に満ちた人生哲学、現代人が読んでも感動するような文学作品が書かれている。また人間は 他の人間の心に描かれる自分の姿や自分の評価などについて考え、喜んだり悲しんだりしてきた。人間には自我がある。人間らしさには自我が発達し、他の人間の視点から見た自身を意識するということも挙げられる。日本的な表現で言えば、名誉を重んじるあるいは、名誉を重んじるというのも、他の動物にはない人間らしさである。人間は、 他の人の心の中で自分が確かに生きていると感じられると喜びを感じ、他の人の心の中に自分がいないと感じると苦しむ。人間は人間関係の網目の中での自分の場所、位置、自らの分イコール、自分を重んじ、それが喜びともなり、また苦しみともなってきた歴史がある。また、近代以降の西洋文化では他の人間とは違っていることに存在意義を満たすように、 なり、そうしたアイデンティティを追求しようとすることが、例えば登山の登頂、一番乗りや、未踏の地への一番乗りなど極端な冒険へと借り立て、大きな喜びももたらしたが、その一方で、他と同じような人間、取り立てて、特徴のない人間は、苦しんでしまう、という結果も生んだ。人間は、人間自身について考えずにはいられない。そうして、 人間やその行為に関して研究する学問も生まれ、現在では倫理学、歴史学、考古学、人文地理学、文化人類学、人間学、心理学などがある。人間はその社会において生存に必要な消費物を余剰生産する段階にまで入っている。この余剰生産分は非生産的な活動に従事する人間に供される。これら非生産的な活動は いわゆる遊びと呼ばれる活動であるが、人間は余暇を遊ぶことで、さらなる生産性の維持を可能としている。この余暇を生み出す、生産性によって維持される遊びは、いわゆる文化と呼ばれる人間を人間たらしめている、特徴の原点である、ともされ、また、多くの人間は、趣味と呼ばれる非生産的な活動様式を持っており、自身の生活を買う労働と、その生産物を消費する活動とは別に、 この趣味を行うことを求めている。動物では遊びを通して自身の能力を開発する様式を持っているが、これは成長の上で実利的な意味を持つのに対して人間の遊びは実利的側面が何に結びつけられているかよくわかっていない場合も多い。人間の遊びや趣味は生物的に成熟した後でも続けられ、特に社会的な価値観においては、 趣味がある人間の方が尊重される傾向すら見られる。なお、多くの地域において、人間は、貨幣経済によりその生産力を貨幣単位に換算しており、ほとんどの場合、遊ぶためには、この単位を消費する。人間を活動面から特徴を付けている要素として、この遊びに注目する学問も多い。詳しくは、遊びの項を参照されたい。近代以前の言語では、日本語の、 人間に相当する表現が現在の自由人の意で用いられ、筆者自身はそのことを意識さえしていないということもあった。つまり、奴隷や濃度などの存在が自明当然のこととして扱われ、人間という時に彼らが除外されていたことがある。一部の文献の解読に際しては注意を要する。また、かつては各国において多民族を排斥するときなど、 相手の民族を貶めるため、彼らは人間ではない、野生の動物であるなどとする発想や表現が存在していた。今日では非常に忌避される発想ではあるが、このような考え方がありふれていた時代もある。近代の日本においても、戦時下には敵国の国民を鬼畜呼ばわりしたことがあった。その後、人権思想も広まり、このような差別的な考え方、 人種差別的な考え方は現在では、世界的に嫌悪されることが多くなり、公に表明されることは少なくなった。日本での問題としては、被差別ブラック民を指し、否認と称していたことがあった。認否人という表現もあったが人であって、人にひずというのは矛盾しているため人という言葉はここでは二つ、生物学的な人と社会に入っていない人を使い分けていたことが伺える。 18世紀にフランスで発見されたアベロンの野生児などのように人間の親に育てられなかった人、社会から切り離されて育った人が見つかることがあるが、彼らのありさまは人々が人間という言葉で思うそれとは異なっていることが報告されている。現代では非人道的なことを行う人、モラルに欠ける人などのことを人間ではない動物にも劣ると表現することがある。 知能を備えていれば人間とする考え方をするものも古くからあったので今日のようにコンピュータが普及し人工知能も徐々に実現してくるとどこまでが人間でどこまでが機械装置かというテーマも浮上してきたそれに関する哲学的問答が存在しているしそういったテーマを織り込んだ SF 作品も最近では少なくない主として サイエンスフィクションなどを引用し、空想をたくましくし、いわゆる宇宙人なども絡めた上で人間の線引きを話題にする者も,もいる。人間はしばしば人物と呼ばれる。短く人ということで人間を意味することも多い。また、特筆すべき著名な活動を行っている人間のことを著名人あるいは有名人と呼ぶ。人間と人間の関係を人間関係という。 人間の心身の本質についての哲学的考察から近現代の実証的な研究までを対象として人間学と呼ばれる学問分野がある。これはもともと宇宙、世界の中での人間の位置づけ、人間の身体、気質、精神、魂などのあり方を研究するものである。人間を人間と呼んだ場合は世の中、人間社会という意味になる。中国語でも この意味になる、ありがとうございます。